思います。ではカウントダウンいきます。5、4、3、2、1、スタート。鎮魂の花、東日本大震災犠牲者の皆様の鎮魂と被災地復興を願っての打ち上げでございました。さあそれでは鎌倉海岸にお越しの皆さん、2年ぶりの鎌倉花火です。楽しみに来てくれましたか？さあみんなで楽しみに行きましょう。第64回鎌倉花火大会オープニングスターラインからスタートです。
覧の通り、鎌倉花火大会名物、水中花火です。水中花火専用の船が左から右に走っていって、それぞれのタイミングで打ち込んでいます。それではここから日本有数の各花火メーカーが持ち寄った匠の花火を紹介していきます。まず最初は昨年度大曲全国花火競技大会霧の部優勝、静岡県の株式会社イケメン、花火タイトル八重心水色ボタンレモンスクリーンです。第21回赤川花火記念大会10号玉単発の部優勝の経歴を誇る長野県田中港堀内煙火店の八重心錦カメロ銀弾です。2009年秋田県大曲新作花火コレクション銅賞など獲得、新潟県の片貝煙火工業による八重心金カメロです。さあ、海岸の皆さん、素晴らしい輝きを放った花火にはどうぞ惜しみない拍手を送りください。2009年大曲全国花火競技大会夜花火の部内閣総理大臣賞受賞などを誇る秋田県の北日本花火工業による白キラー緑飛行士引き裂き青紅です。続いて昨年の土浦全国花火競技大会15玉の部優勝など各賞を受賞しています、茨城県の野村花火工業によるのぼり分割機予演心引き裂き紅航路です。続いて匠の花火6番目は、昨年の大曲全国花火競技大会内閣総理大臣賞受賞を誇る長野県の紅谷青木煙火店による銀芯銀ヤシ入り青緑紅です。そして匠の花火ラストを飾るのは山梨県の丸号、この丸号は今回ここ鎌倉花火大会の打ち上げを担当しているまさにホストカンパニーです。アジサイという作品をどうぞ。この丸号赤川花火大会全国デザイン花火競技会デザイン花火の部経済産業大臣賞などを受賞しています。今日はこの丸号の花火でこの後も盛り上がっていきましょう。それではスターラインから再び再開です。
逃げてる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 逃げ